中村ゆうすけとコミュニケーションをハックしようの回です。本日はこのコミュニケーションハックスの著者である株式会社 N プラス代表の中村さんをお招きして、次世代のコミュニケーションについてお話しさせていただきます。それでは中村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中村ゆうすけです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめに、私たち大学生の簡単な自己紹介をさせていただきます。では私から、慶応義塾大学3年法学部、浅賀由美です。ビューティー&アース2011のファイナリストに出ております。よろしくお願いします。同じくファイナリストで経済学部3年の柳川あかりと申します。よろしくお願いします。現在就職活動中の慶応大学法学部3年の下です。よろしくお願いします。それではまず、中村さんに今日3つ聞きたいことがありまして、はい、じゃあまず1つ目から、私は自分ブランディングについてなんですけれども、はい、Twitter だとか Facebook が好きで使っているんですけれども、どんどんフォロワーが増えていくと、イベントのお誘いが来たり、あと自分の知らないところで自分の名前が知られていたりして、どうやってこれからマネージメントしていけばいいのかなということと、あとこのビューティー&アースの活動でクールジャパンを伝えていきたいと思うので、どういった取り組みをすればたくさんの人に知っていただけるかなということをお聞きしたいと思います。ちなみに今柳川さんはそのツイッターではどんなことをつぶやいてるんですか？はいはい、そうですね、ブログを更新しているので、ブログの更新情報だったり、クールジャパンに関するニュースをコメントをつけてつぶやいたりしています。ブログの更新もやっぱりクールジャパンの話なんですか？はい、そうですね。クールジャパンって具体的にはどんなものなんですか？はい、伝統文化もそうですし、はい、私はアニメが好きなので、はい、ポップカルチャーなんかもつぶやいてます。そうすると、じゃあ勉強会とかいろいろな集まりっていうのもそういう集まりなんですか？はい、それはどこでみんな応募したりとかしてるんですか？それもツイッターで友達に教えてもらったり、タイムラインを見て知ったものが多いです。今フォロワー数ってどれぐらいいるんですか？ビューティー&アースのアカウントは100ぐらい、1000ぐらいかもしれないです。2つ分けてるっていうこと？そうですね、個人用アカウントも。結構じゃあもうそこは皆さん同じ人がフォロワーでいるんですか？そういうわけではないんですか？そういうわけではないです。今どんな誘いが来たりするんですか、みんなからは？そうですね、ソーシャルメディアが好きということを、言っているので、はい、そういった関係のカンファレンスだったり。柳川さん自体はどんなふうにその選んでるんですか？例えば同じ日、はい、同じ時間の時とかにどっちを選ぶとかって何か決めてることってあるんですか？それがないので困ってるんですよ。なるほどね。はい、自分でじゃあ誘われて悩んで一つずつ選んでるみたいな。そうですね。でそこで参加された内容を全部じゃあツイッターでつぶやいたり、ブログで書いたりとかって。はい。なるほど。リストとかっていうのは活用してるんですかね？自分でいちいちリストに追加していくのがめんどくさくて、なかなか活用できてないです。自分が例えば誘ってくれる人の中でもすごく勉強会とか、はい、一緒にセミナーとかで呼んでくれるような人の中で、はい、自分とすごい合ってること、例えば、このクールジャパンの話のお誘いを受けて、実際に自分がイベントに行ったとしますよね。その時にすごく自分がこの回良かったなって思う回と、あれって思う回も出てくるわけですよね。その時にはやっぱりその良かった人たちっていうのをリストで一応管理しておくと、リスト自体は隠せるので自分だけで見れるんですよ。で今たくさんフォロワーが増えてくると、はい、多分普通にタイムラインを見ると本当にいろんな人が入ってるじゃないですか。でリストを作っておけばクールジャパン関係の人とかっていうのを全部分けて見れるようになるんですよね。だからある程度そのフォロワー数が増えてきたらリストを管理するようにちょっと大変でも、はいはい、そうしないとこう、いやこういうお知らせしたのにって後で言われたりとかしたときに、こうメンションってわかります？はい、あとメンションでそのやってない人がお知らせしたことがまた気づかなかったりすると、だんだんなんかあの人なんか見てないんじゃないのみたいな風に言われたりすると思うんですよね。はい、そうですね、リスト管理やってみようと思います。本当ですか？はい、多分大変だとは。もうね、1000人ぐらいいらっしゃるんですよね。はいはい、本当は10人、30人あたりからコツコツ
管理していくと結構手間がかからないんですけど、1000人増えたあたりからの管理は結構大変だと思うんですけど、でもそれはなんかこうちょっと試しにリスト管理してみて、自分のやりたいことがちゃんとできるかどうかって見てみるのはいいかもしれないですね。ちなみにそのツイッターはどういうスマートフォンでやってるんですか？パソコンでやってるんですか？じゃあなおのことリストの整理はやろうと思えば簡単だと思うので、そこをまずやってみて、でそれからその何ですかね、実際にみんなのお誘いであるとかマネジメントっていうのがどれぐらい効率化してきたかっていうのは後で体験してもらえるといいかなと思いますね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ちょっとそのツイッターの件で私も相談がありまして、はい、でそのビューティーアンドアースで新しいツイッターのアカウントを作ったんですけれども、そのフォロワー数っていうのがなかなか増えなくて、で自分でこう見てくださいって発信しても見てる人が少ないなって思うとちょっと悲しいじゃないですか。悲しいですね。はい、どうやったら増えるのかなと思います。ちなみに浅川さんはどれぐらいいらっしゃるんですか？500人ぐらい。でもすごいですね。もっと欲しいですね、じゃあ。そうですね、できればもっと発信していきたいから。今はそのフォロワーはどういう形でフォロワーが増えてきてるんですか？友達からこうフォローしていって、うん、で友達の友達とか、はいはいはい、やっぱり見てほしい人が大学生とかっていうのもありまして、うんうん、でも誰から構わずフォロワーは来ますよね。来ますね、はい。で、そういう人たちじゃなくて大学生に見てもらいたい。まあどっちかというと数が今だとね、柳川さんの半分ぐらいですもんね。はい、そうです、そもそも見てもらわないと始まらないものなので。そうですね、こだわらず、ね、今はどういうことを書かれてるんですか？1日何回とかやってるんですか？日にもよるんですけど、うん、何ですかね、1日5回ぐらい。あ、そんなでも書いてるんですね。はい、でその内容はどんな内容なんですか？さっきね、柳川さんはあのブログの更新とか、はい、セミナーの、まあ、つぶやきみたいなこと。浅川さんどんなことしてる？私もブログの更新は載せていて、うん、で今日だったらこの取材させていただいてますっていう情報、はいはい、今あってますとか、うん、あと、あ、今日頑張りましょうみたいなコメントとかっていうのも書いてます。はいはい、それに対してみんななんかこう返事みたいなのってあるんですか？その500人ぐらい返事来ます。それはこう割と同じ人が返事来てくる？結構そうですね、はい。今日頑張ろうねみたいな。フォロワー数を、まあ、増やすっていうのはなんかこう数をただ増やすのってあまり良くはないので、うん、本当にその自分のことに対して共感してくれる人が数が多い方がいいとは思うんですよね。うん、はい、よくそのやられてるとその業者さんみたいな人がどんどんフォローしてくる人もいると思うんですね。うん、はい、なんかフォロワー数2万件みたいな人がいて、で実際にフォローされてる数3000人みたいな、はい、そういう人たちみたいになると、あ、こいつ見境なくフォローしてるか、うん、してフォロワー数増やそうとしてるんだなって思われちゃうので、はい、浅川さんもそれはやってないわけですよね。はい、そうです。だとしたらやっぱりその何かイベントであるとかテーマがあればハッシュタグみたいなものを使うと、結局その浅川さんを知らなくても、例えばそのご自身がやられてるテーマのものであるとか遊びのものって結構ハッシュタグでいっぱいあるんですよね。一人で食べてるとか、その酒飲みとか、いろいろそういうちょっとしたハッシュタグがいっぱいあって、そのハッシュタグに関連するようなつぶやきを自分で書くと、浅川さんをご存知じゃないけれども、そのハッシュタグを見てる人っていうのがいるので、はい、あ、そうそう、あ、こんな人いるんだっていうことで気づいてフォローをしてってくれるっていうことは多いと思いますよ。あ、いいです。うん、女性とかそういうので選ぶっていうのもありますし、はい、結局ただ1日5回でも10回でもひたすら書き続けても、うん、あんまり人の目に触れないようなやり方をしていると、うん、あんまりフォロワー数って増えていかないんですけど、うん、自分がこんなにいいことをやってるとか自分はいい話をしてるっていう自信があるのであれば、はい、ちゃんとそれに関わるところにあのハッシュタグなりなんなりで伝えていくと、共感した人が、あ、僕、私は浅川さんのそのつぶやき見てみたいなっていう人が、をフォローしていくじゃないですか。はい、でフォローしていく人が増えてくると、そのおすすめのフォロー、あのツイッターアカウントみたいな感じで横にも出てきたりとかするので、そうするとおっと思ってまたみんなフォローしてくるっていうことになるので、まずそういうハッシュタグの使い分け、ね、うん、はい、してみるといいと思いますよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、では次のテーマに
いきたいと思います。じゃあ2つ目のテーマなんですが、じゃあしもくんから。はい、はい、僕はですね、就活に便利と聞いて、はい、スマートフォン買ったんですけど、はい、本当にメールと電話にしかもう今実際使ってなくて、実際に具体的に就活にどう便利なのかなっていうのをお聞きしたいです、うん、なるほどなるほど。もともとそのスマートフォンにするきっかけっていうのは就職活動なんですか？はい。ああ、なるほどね。その就職活動の中で、まあ一般的によく使ってるケースって、あの会社のホームページを普通の携帯だとなかなか見れないけれども、そのスマートフォンだとブラウザーがあるので、ちゃんと見れるとかっていうのもあるんですけど、そういうのはやったことありますか？はい。これね、確かにホームページはすごい見やすくなってて。うん、地図とかも。はい、そう。アプリでは地図も使ったりしてますね。アプリで地図も使います。でも本当に渋谷のここはどこだとか、うんうん、そういう個人的なものにな感じでしか使ってないですね。ああ、なるほどね。はい。友達とのその情報交換とかっていうのはないんですか？この間僕実は、はい、電車に乗っていたら、就職活動中のおそらく大学生3人ぐらいが、おそらく説明会で初めて会った3人組だと思うんですけど、はい、僕らの頃って、ああ、じゃあ仲良くなったから、メアド交換しようっていう話になってたんですけど、その時の彼らはみんなツイッターのアカウントでやり取りしてたんですよ。で、DM 送るねっていう、ダイレクトメッセージ送るから、はい、ツイッターのアカウント教えてよ。で、実は僕のツイッターのアカウントのフォローしてる人に、就職コンサルタント何々さんっていう人がいてさ、あの人が今度なんかセミナーやるから、君らも来ないみたいなことをしていたりしたんですね。なるほど。だから多分これ、もっと就職活動していく、ようになってくると、なんか向こうから友達とか知り合いが声をかけてくるときに、ツイッターでやり取りしようって言ってくるケースって増えてくると思うんですよね。その時に、はい、えって言って、アカウント名みんながこう言っているのに、自分だけ持ってないと、はい、お前マジかみたいな、なっちゃうかもしれないんで、まずその、はい、情報交換というか友達とのコミュニケーションをしていく上で、ツイッターのアカウントと、まあ Facebook もじゃあやってないんですよね。ツイッターも実はやってないか、Facebook も。はい、やってないです。先ほどツイッターの話ですごい盛り上がってたんですけど、全然ついてきない。なんでツイッターやらないんですか？特に意味はないんですけど、うん、まあ、携帯も実際そんなに使わなくて、はい、お前電話出ろよってすごい言われたりするんです。それはなんかいろいろソーシャルとかコミュニケーションそのものの問題な、はい、かもしれない、うん。なるほどね。でもまずそのツイッターのアカウントとフェイスブックのアカウントっていうのはすごい持ってた方がいい。就活でも大事な。特にフェイスブックはその総括って言われてる人たちがたくさんいて、はい、企業も今人事ページがフェイスブックで作られたりとかしてるんですよ。なんと合うじゃん。で、はい、アメリカとかだと、もともとね、海外にもいたって、さっき雑談してた時に聞きましたけど、はい、アメリカとかだと、ツイッターのフォロワー数が何人以下の人じゃはもう採用しないっていう会社も出てきてて、それはなんでかっていうと、その、まあ、こう、この間経団連からね、発表されましたけど、学生が、に企業がね、求める、まあ、能力っていうんですかね、それはコミュニケーション能力だっていう、話が出てて、それはもう8年連続企業はずっと新しい就職してくるその学生に対して求めてることっていうのがずっとコミュニケーション能力なんですよ。コミュニケーションの。うん。で、ツイッターのフォロワー数ある程度一定数持ててるっていうことは、自分でちゃんとそれを考えて動けた上に、はい、その発言に対して支持してもらってる。例えばその柳川さんにしてみると、自分がやれてるそのクールジャパンっていうのが、おそらくそのネット上、オンライン上で多くの人に支持されてるから、フォロワー数が増えてくる。で、浅川さんもこれから工夫してくると500もいるので、まあ、500ぐらいはいないとダメだった気がするんですけど、そういう人じゃないと採用しないよっていう会社も出てるんですよ。だから結構その数として、はい、